こんにちは、デリッシュキッチンです。紅白斜めムースを作ります。ボウルに生クリーム 100cc、 グラニュー糖大さじ3を入れ、柔らかい角が立つまで泡立てます。無糖ヨーグルト 100g を加えて混ぜましょう。ふやかしたゼラチンはラップをせずに600ワットのレンジで20秒加熱して溶かします。クリームに加えてさらに混ぜましょう。濡らしたタオルを敷き、縁にカップを傾けておき、カップにヨーグルトムースを注ぎます。ラップをして冷蔵庫で2時間以上冷やし固めましょう。別のボウルに生クリーム 100cc を入れ、柔らかい角が立つまで泡立てます。無糖ヨーグルト 100g といちごジャム大さじ3を加えて混ぜましょう。ふやかしたゼラチンをラップをせずに600ワットのレンジで20秒加熱して溶かし、クリームに加えてさらに混ぜます。ヨーグルトムースを冷蔵庫から取り出し、カップをまっすぐに戻していちごムースを入れます。冷蔵庫で2時間以上冷やし固めましょう。いちごとミントを飾ったら完成です。